始まるよ。はい、皆様こんにちは。今日は百人一首の13回目です。今日も100円ショップの千代紙と毛筆ペンで書いていきます。今混むといい芝刈りに長月の有明の月を待ちでつうかな。わびぬれば今はた同じ何はなる、身を尽くしても合わんとぞも。じゃあ今日はこの2つで。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録よろしくね。バイバイ。